NBA 2K 攻略チャンネルへようこそ、リュープです。今日はシュータービルドの紹介です。シュートがよく入る。コメント欄やツイッター X でシュートが入るビルドを教えてほしいよという声をたくさんいただきましたので、今日はシュートが楽しくなるビルドを紹介します。あの人みたいにガンガン決めちゃってください。そして後半ではマイキャリア序盤の進め方も紹介します。では作っていきましょう。今日はですね、6フィート5インチのシューティングガードを作ります。ウィングスパンを調整してスリーポイント値が96になるようにします。ボールを持ったらすぐに打つザ・シューターです。 2K24 1ヶ月プレイした集大成のビルドとなります。まずはいつもの通りフィジカルから振っていきます。ここでポイントは加速値です。加速77が今海外で話題になってまして、加速値の上下がスピードに関係ないんだったら、まあ77でいいんじゃないということで77になってます。体の強さ50はクランプが必要なので50にしました。ではメインのシュートです。こちらは3ポイント96、ミドルを98にしました。ほとんどのシュートバッジを電動入りで装備できます。この2つが重要なバッジです。このバッジ、コンタクトを受けてもシュートが決まります。ご覧ください、ディフェンスのいいチェックが入ってますね。でもグリーンなんです。チェック 21% カバーをなんとこのロングシュートの名手ゴールドで回避することができました。これをもし電動入りまで育ったら非常に強力なバッジになります。はい、ビルドに戻りましょう。続いてはボールハンドリングじゃなくてレイアップですね。レイアップ77でスクープとフローターの金をつけることができます。この2つ強いです。理由はこちらの動画、リンク概要欄貼っとくので見ておいてください。レイアップ講座です。はい、では続いてはボールハンドリングなんですけど、こちらもいろいろ考えてハンドリング83、ジャマール・マレーのビハインド・ザ・バック、ボールスピード75でマジック・ジョンソンのドリブルスタイルをつけれます。まあ、ドリブルは基本的にあんまつかないんですけれど、これを持っておいた方がやりやすいです。余った数値をペリメーターディフェンスに全て振りました。はい、完成しました。スクショ撮ってください。このビルド見てですね、多分ベテラン勢は3ポイント85でいいやんって絶対言うと思います。79でもええやんって言うかもしれませんが、初心者の方ぜひこのビルドでシュートの感覚をつかんでほしい。 2K24 では効果的なバッジといいシュートフォームっていうのが重要です。それをつけることができるのがこのビルドなんです。というわけで出来上がったビルドは、J.J. レディック、オースティン・リーブス、タイラー・ヒーロー、ザ・シャープ・シューター。シャープ。ではテストプレイやっていきたいと思います。まずは簡単に 3-on-3 からいきましょう。はい、3-on-3 なんですけれど、これはPS5 版、次世代機版しかありませんので、PS4 の方では出てきません、残念ながら。はい、ではまずシュート外しちゃったのでレイアップからいきます。はい、スクープショットが決まりました。さあシュート、続いてはディフェンスかな。クランプが一応ついているのでできるかな。なんとか止めた感じです。お、いるか。ナイスパス、グリーン。さあるか。 OK、やっぱりシュートは簡単に決まりますね。さあテイクオーバー転倒しました。持ったら打つ、ディープスリーもガンガン入ります。さあもう一度ディフェンス、リバウンドを取ってそのまま行きます。ステップバックスリー、イエス、決まりました。最後もキャッチアンドシュート、グリーンです。ではマイキャリアに進んでいきたいと思います。マイキャリア序盤攻略です。ではマイキャリアの進め方を紹介したいと思います。まあ、基本的にはもうどういう風に進めてもいいんですけれど、私がやっている方法を紹介します。一番初めにはまず数値です。
スキル値の得意な数値を伸ばしていきます。持ってるだけの VC 突き込んで、数値伸ばさないとですね、リバースの銀バッジが装備できないんですね。総合値75に上げようと思うと大体約10万 VC 必要になってきます。まあ、十分に使えるビルドになるためにはこれぐらいやっぱり数値必要です。そして必要なの、大切なのはこのシュートフォームなんです。このビルドの命です。いろいろ試したんですけど、ベースはコービーのコービーブライアントがいいと思います。ミドル92から390が条件になってきます。コービーをつけるだけでこの数値になりました。 AAA です。そしてアッパーリリースは2つともカーメロアンソリーにします。なぜこれがいいかっていうと、綺麗なフォームなのでセットポイントが非常に分かりやすいんですね。そして最後はリリーススピードを上げると、ご覧ください、非常に安定して打てるシュートフォームが完成しました。スリーポイント90以上のビルドにおすすめです。そしてドリブルは、マジック・ジョンソン、ビハインドバックはジャマール・マレーを装備します。そして大切なのはステップバック、クリス・ポールです。この3つだけは絶対つけたいですね。まあ、その他のアニメーションここに貼っておきます。では準備ができたらサンセットパークに行きましょう。そしてまずはディスコと対戦します。この敵一番弱い敵なんです。とにかく身長が低くてスリーポイントが苦手なチームなので、戦いやすいチームになってます。自分は一番弱い相手にあえてマッチアップして、ディスコは CPU に任せます。ではちょっとスタートしてみましょう。はい、なんか暗いですね。夜かな、暗いんですけど、私ここにいます。右端です。いいですか。はい、ではリバウンドを味方に任せてキャッチ&シュート。ん？あれ？作ったシュートフォームを装備するのを忘れていましたので、とりあえず1試合目はデフォルトのシュートフォームで頑張ってみたいと思います。というわけで気がつけばもう20対18、最後の1本もキャッチ&シュート、決まりました。なんとか勝利です。次に弱いのはバンダナの人です。そしてこんな感じでサンセットパークをクリアしていきます。倒した相手を仲間にできるんですけど、私が一番いいのはこのロドニーですね、紫のセンターの方、これがねリバウンドとアリウープが強いので早く仲間にしたいと思います。じゃあちょっと、シュートフォームも戻しましたので装備できたので、ケイセイと同じように持ったら打つ作戦でいきたいと思います。ひたすらキャッチ&シュートです。キャッチ&シュートグリーン、再びキャッチ&と見せかけて切り返してのステップバック。ちょっと操作法を紹介します。いきなりコントローラー解説です。 R スティックを左にフリックします。そしてすかさずホールドしながら R スティックを右斜め下です。頂点で離しましょう。ステップバック3です。左に1つ入れることで、フェイントがかかります。さあこのビルドレイアップも使えます。スクープショットや、こうやってフリーになった時もレイアップ決まります。そしてこれウィングに一気にダッシュ、めちゃくちゃ速いです。加速77なんですけれど、これができます。真ん中ゆっくり走ってウィングにダッシュ使ってみてください。このようにサンセットパークを制したら、2つ目のストリートコートザポイントに行きましょう。マイキャリア序盤の進め方は、得意なスキル値を VC を使ってまず上げます。そしてサンセットパークでディスコ戦、ザポイント合わせて2会場を制覇してバッジを育てていきます。2会場制覇できたらアウトオブザシュートチームに行ってホットゾーンを開放しましょう。そして最後 NBA の試合に向かいます。というわけでザ・シティのストリートコートで、やっていけばどんどんバッジが成長していきます。2つの会場制覇し金バッジまで育てたらアウトオブシュートジムに向かいましょう。さあここですね、場所は、詳しくはこの辺はですね、攻略法は別の動画でやっておりますので、そちらをご覧いただきたいと思うんですけれど、リンクは概要欄の方に貼ってあります。
さあこのようにシュートを決めて、さあ紫赤ということができたら NBA にデビューしていきます。 NBA デビュー戦はいきなりルーキーなんですけれど、スタメンです。そしてスタッツ合計45を求められます。ですからある程度育てておかないと NBA にはなかなか行っても活躍できません。初心者の方はですね、難しいよという場合は時間を増やしたり難易度を下げるという方法もあります。私は今回プロ難易度で9分でやってみました。セルティックスに入団したんですけど、まだブログドンとウィリアム3世いますね。はい、第1クォーターはゴートスキルの課題をクリアしていきます。さあ今回はピックアンドロールが3回決めなさいということで、まず1回決めることができました。それが終わったら2つ目の課題です。それが3ポイントです。こちら3ポイントを打つだけでいいんですね。4回打ちなさいという課題をクリアしていきます。そうするとブーストがかかります。さあこのビルド、はい、こんな感じで簡単にもう3ポイントが決まります。まあストリートで鍛えたので楽勝で決まると思います。そしてこの動画好評ならオンライン編に向かいたいなと思っております。というわけで今日はシャープシュータービルドを紹介しました。シュートが楽しくなるのでぜひ使ってみてください。この番組は初心者大歓迎。気になったことはどんどんコメント欄に質問してくださいね。質問するときにはあなたの機種も教えてね。そしてベテランプレイヤーの皆さん、初心者には優しくね。ではでは 2K24 楽しんでいきましょう。リュークでした。バイバイ。